はい、競馬予想雑談です。今週も主任よろしくお願いします。はい、お願いします。ちょっとシャケさんが遅れての参加となるようです。では早速ですが、先週の戦績、NHK マイルカップですね。かなりなんというか、3着が荒れて結構な高配当になったっていう感じで終わった、ね、まあ無理だったな。いや、川北エブリーかっていう感じでしたね。まさかのね。まあ結構展開というか、まあでもこの時期の、まあ、3歳っていうのはやっぱりなんというか能力的にも、いやでもちょっとまあ展開がハマった感じなんですかね。まあそうだと思うな。ちょっとなんかすごい勢いで伸びてきたからね。そうなんですよね。だからすごいやる気出して結構首下げて首伸びて、最後、まあ、スポンシーマカオが本当にレース引っ張ったりとか、ジャングロがいきなり消えたりとか、そうっすね、まあいろんな波乱はあって多分展開がだいぶ変わっちゃったからね。この馬をベースに走ろうっていう馬がいなくなっちゃったんだよね。だから結構ね大変だったと思うよ、ジョッキーの皆様は。そうですね。いやジャングロな、なんかスローで見てたら、まあ、馬の方がスタート仕掛けてたっぽくって、ジョッキーの合図っていう感じではなかったようですね。ただまああんだけすごい、後でもう一回録画見たんですけど、ガシャーンって音がちゃんとしてて、結構な強い勢いで当たったにもかかわらず、まあ7着っていうところまで上げてきたっていうところ、まあちょっとまたその底力を見せれたのかなっていう感じですね。まあまた次に期待したいと思います。そうだね、はい、ちょっとねやる気出しすぎたのかね。まあスタートはいい馬っていう評判ではあったものの、ちょっと今回は良すぎたかなって感じかな。まあ、今回48通りで上げさせていただいて、でそうですね、まあシーズンの回収率としては、まあ、47.3、 まあ春天からの、まあ、47って感じ、はい、まあまたそうですね、ちょっと今回は、安田記念までを一つのシーズンとして、まとめさせていただこうかなと思っております。なので、またちょっとそれまで、参考にしていただければなと思います。では、明日、東京メイン、ビクトリアマイルの予想に入ろうと思います。フルゲートのマイルです。だね。結構、オッズ割れてますね。まあ、ちょっと、かなりね、力拮抗してると思うし、ここでデアリングタクトが出てきて、戸田氏も出てきてっていう、まあ、ちょっと新旧の桜花賞馬たちの戦いっていうかね、にもちょっと注目が集まるし、まあ、桜花賞2着3着、秋華賞2着3着の馬たちも出てくるし、結構この馬でこんな成績なのって思っちゃうような馬も出てくるし、こんなオッズなのって出てきちゃうし、結構ね、これは、割れるだろうなって感じだね。まあでも、見る限り、マイラーたちがうまく揃ったなっていうのと、マイラーじゃなくても前に行って勝っちゃうようなレイパパレとかね、そういう馬も出てきてるし、まあマイル路線だから基本的にどの馬でも行けるっていうね、
感じだと思うんだけど、ただビクトリアマイルはね、決して難しいからね、毎年毎年。難しいっていうのはどう？いや、もういつも毎年毎年力拮抗っていう感じのレースだから、オッズは大抵割れやすいし、はい、その前年勝った馬、前々年勝った、そのお菓子を勝った馬っていうのもやっぱ出てくるし、うん、東京だとやたら走る馬が出てくるし、はいはいはい。うん。そっか。うん。まあちょっとそこで何に重きを置いて予想するかっていうところ。うん。じゃあ、早速ですが、その中でも厳選馬ちょっと印つけていきましょうか。まあそうだね、ソダシ、ファインルージュ、レイパパレに注目かな。うんうんうん。まあちょっとこの3頭かな。デアリングタクトもまあいいんだけど、うん、ちょっとまあ復帰戦ということで楽しみではあるんだけどね、12ヶ月ぶりっていうね、何でしたっけっていうところと、東海帝王の有馬記念らしいですね、これで一着を取ると。そう、なんだっけ、人体だよね、確か。はい。うん。ちょっとどうか、うん、まあそこもかなり、予想のなんていうか、まあ、分かれ目になってくるとは思うんですけど、組めるか、うん、組めないかっていうところに関しても、では1投ずついっていきましょうか。そうだね、まあデアリングタクトについてもちょっと触れようかなと思ってて、まあ、はい、どう考えても注目馬なので、うん、ただ、今回先に言っておくと、デアリングタクトは私切りバスっていうところから、まあ、スタートなんだけど。はい。まあ、今、何番人気ぐらいなのかな？今、3番人気ですね、更新。3番人気ぐらいか。まあ、多分皆さんもどうしたらいいんだろうって、どう扱ったらいいんだろうって感じだと思うんだけど、まあ、お父さんエピファネイアで、まあ、今回もジョッキー松山ジョッキーで、金量55キロ背負いますと。うん、で、まあ、牝馬ではね、史上初のね、無敗の牝冠3馬ですと。牝馬3冠ですと。で、アーモンドアイとかコントレイルとかね、まあ、かつての伝説のような馬たちとの頂上決戦を、ジャパンカップで行って3着に走った馬ですっていうところで、はい、牝馬の中でやっぱりレジェンドなんだろうなっていう気はしてます。うん、で、コバになってから、まあ、そのまま続いていくのかな、というふうには思ってたんだけども、まあ、初戦の金庫賞で、あのギベオンにあのまま負けちゃったレースだよね。うん、あのギベを捉えきれず2着に負けちゃいましたと。で、まあ、かわいそうだなと思ったんだけども、まあ、その後に、香港で、2000メートルで走ったクイーンザベース2世カップに出まして、1番人気だったんだけども、まあ、3着に敗れちゃいましたと。うん、で、まあ、その後に、まあ、故障が見つかったんだよね。そうですね。で、要は、まあ、右の前足の靭帯っていうね、男を怪我しましたと。で、まあ、かなりこれ重傷だったようで、やっぱり、まあ、この復帰に1年間かかったっていうのは、やっぱそれを証明してるんじゃないかなと。うん、で、今回は、まあ、その状態がね、どこまで復活してんのかなっていうとこ、やっぱ気になる部分でね。うん、で、なんか、馬体重もだいぶ増えてらっしゃるんだっけ？なんか、そう、報道だと30キロっていう話だったんですけど、まあそれをちょっと訂正する形で言ってますけど、まあかなり、はい、体重は増えてるという報道ですね。まあ、それが成長分なのかどうなのかっていうところもちょっと、うんうん、まあ水曜日の11日の水曜日時点で体重が488キロということで、まあ前走と比べて、はい、要は怪我する前と比べても20キロ以上増えてると、うん、で、まあこれが成長分なのか、そのまあ、力つけてきたのかっていうのは正直ちょっとわからない部分があります。で、ただ、力つけたっていう割にはちょっと増やしすぎじゃねっていうね。うん、
気は正直してる部分があって、うん、曲線で言うと多分ものすごく曲線になってると思うんだよね。うん、うん、なのでちょっとそこを、正直疑ってる部分がありますっていうところかな。はい。で、おそらくこのビクトリアが走った後って多分宝塚に出るんだと思うんだよね。うん、まあそのね、どうなの、今回走ってみて結果次第っていうところも当然あるんだと思うんだけど、うん、今回のまあ結果が本当どうなるんだろうね。ちょっとそこは本当見てみないと分かんないです、正直なんです。ただまあ方々からは足元は大丈夫っていうような話も出てるんで、まあいけんのかなと。で、結構過去にその1年以上休んだ馬ってのは結構いるもんで、うん、で、例えばその、有名どころだとウィンバリアシオンとか、はい、まあ、その馬も1年以上の休養があったんだけど、うん、その後重傷でしっかりと走ってると、うん、なので、まあ、間隔が空いてるっていうところをそんなに嫌う必要はないのかなっていうのはちょっと思ってたりもします、一方でね、うん、で特にそのビクトリアマイルっていうのは東京の戦力で早い上がりを使った馬がね構想する傾向にあるんだけども、要はまあ簡単に言うと差し馬に有利なレースっていうことなんだよね、うん、なので、客室からすると、デアリングタクトにとっては、まあ、理想なんじゃないかなっていう部分を気はしてます。うん、で、あと、まあ、その3区っていう部分で、やっぱりエピファニア3区なんでね、牝馬のこのコースの成績っていうのもなかなかいいんですよ。うん、で、ここまで走った馬が、60回かな、はい。60頭、60頭じゃないね。要は、エピファネイアの牝馬、3区で牝馬の馬が、60回、この同じコースを走ってて、副勝率が 35% あるので、で、特にその、右回り、左回りっていうところもあんま気にしない3区なので、まあ、ちゃんとハマれば、足元がちゃんと戻ってて、成長分としてその馬体重の増加とかね、要は力つけたんですよ、普通にっていうところが、証明できれば、うん、全然あるんじゃないかなっていう気はしてます。はい。うん。ただ、なんかね、その、牝馬三冠っていうところって、アーモンドアイもそうだったんだもんし、アーモンドアイもって違うのかな。前になんだっけな。あれ、馬の名前どう忘れちゃったな。あ、スティルインラブっていうね。はい、俺の大好きな、SS3 区の馬ちゃんがいて、うん、で、この馬も、牝馬三冠取ったんだけども、三冠取った後にね、なんかギューンと落ちてっちゃうんだよね。うん、落ちてって、一切その後勝てなくなっちゃってっていうのがあって、で、まあそういう傾向がないといいなとこう思いながら、まあちょっと今回レース見たいなと思ってます。はい。で、不安材料っていう部分なんだけども、ね、この、デアリングタクトが発症した病気って、はい、馬の中では難病って言われてるんだよね。うん、で、過去にも同じ病気になった馬がいて、まあ、シーザリオとかハープスターとかね、フィエールマンもそうだったんだけども、これ全員この病気がね、原因で引退してるんですよ。はいはいはい。で、デアリングタクトも当然この疾患発症してから引退を、まあ、検討してたみたいで、うん、そんな大きな病気から本当に復活できたのっていうところがちょっとやっぱあります。うん、で、2012年以降、まあ、過去この10年間なんだけども、1年以上の間隔を空けて G1 を構想した馬っていないの。なので、まあ、デアリングタクトがどういう走りになるのかなっていうところ。なので、このま、長期休養かつ、まあ、高速決着になりやすいビクトリアマイルっていうところで、はい、さらにその距離も16に短縮っていうところでは、まあ、明治の仕上がりではないだろうなと。おそらく、狙いは宝塚にして、ここで、まあ、G1 をステップレースにするっていうのはさすがだなと思うんだけど、まあ、おそらくステップレースとして考えてんじゃないかなと。そっか。まあ、うん、ちゃんと走り切ってくれて、まあ、またちょっと、治療しつつ、まあ、治療というか、まあ、そのケアしつつ、調教で体を作りつつで本ちゃんに向かうと。そうだね。うん、そうですね。なので、まあここ別に勝たなくてもいいやぐらいの感じなんじゃないかなっていう気はしてます。うん、結
果によってはね、このまんまもうおしまいっていう可能性も十分にあると思うので、まあ、それほどの疾患っていうとこだからね。うん。そっか。なんかそこまでその病名というかその症状の内容を詳しく理解できてなかったんで、まあでもこの馬もあれですからね、何十年ぶりっていうそのなんていうかその記録を打ち破った馬なので、なんか、そういうミラクルがもしかしたら起きるかもしれないですね。まあ可能性はね、全然あると思うし、もともとね、ね、めちゃくちゃ強い馬なので、はい、当然引退してほしいなんて思いは一切ないんだけども、ちょっとまあ今回に限っては、そういうことも、まあまずは、まずはしっかり完走してほしいっていうね。そうですね。確かに。まあそうですね。これを。まあそうですね。すごい。まあそうですね。その、牝馬、無敗の三冠牝馬っていうところで、G1 ステップレースにふさわしい、まあ馬でもあるのかなと思うので、まあちょっと、そうだね。はい。まあそういう見解であるというところでした。はい、はい、続いてソダシいってみますか。はい、ソダシ、まあ皆さんご存知の通り黒船産駒で、吉田隼人ジョッキーが乗りますと、まあ、筋力55キロですと。で、当然ねもう周知の通り、白毛の馬の初の芝重賞勝利と、そうですね、いう歴史的快挙は、まあ、挙げてね。で、次走の、阪神ジュベで、白毛初の G1 勝利。という、まあ、いろんな、またこれもレジェンドだよね、簡単に言うとさ。そうですね。っていうところで、今みんなが大好きな白毛馬だと思います。で、まあ、3歳の時も、まあ、世代の中心としてだいぶ活躍したな、っていう感じです。で、まあ、直行ローテで出走した桜花賞を勝って、おお、すげえなと。で、まあ、その次のオークス発着。まあ、そうだろうねと、ここは多分皆さん思ったとこだと思う、やっぱり。そうですね。やっぱりまあ、どう考えても範囲は距離ですよね、と。いうとこで。で、まあ、それを、負けたんだけども、秋の G1 を前に3歳牝馬ながら札幌記念に出走しまして、この時になんとブリーダーズカップに勝ったラブズオンリーユーに勝ってるんですよね。そうなんですよね。で、まあ、これもまた初めてなんで、黒船産駒で初のその2000メートル以上の重賞を勝った馬と、もう何なのっていうぐらい全部初が多いんだけど、さっきからさ。まあ、とにかく初めて尽くしの馬ですと。はい、で、その後、秋華賞出て、まさかの10着に敗れちゃいましたねと。で、その後、まあ、ここはでも正直なぜだったのよ。なぜかチャンピオンズカップに出てきて。そうなんですよね。で、まあ、案の定、12着でいいのかなっていう感じ。ここは。が、しかし、ね、フェブラリーなぜか3着に入ってるんだよね。なので、もうわけわかりませんと。もう、マイルは、やれるよって。そういうメッセージなので、まあ、もう、まあ、競馬っていうのはね、なんだろうね。強い馬が勝つんじゃなくて、勝った馬が強いんですっていうのは、もうこういうとこから来てるのかっていうところなんだけども、まあ、なんだかんだでフェブラリーのダートも3着に走りましたねという話です。で、まあ、この時の、まあ、ある程度その構想の要因というものもはっきりしてて、まあ、一つはその重馬であったこと。もう一つが、左回りのワンタンコースだったと。で、まあ、これに適性があったんだねっていうところは、まあ、証明できたんじゃないかなと思います。で、黒船産駒の牝馬の東京マイルの重賞実績って実はすごく良くてですね。なので、今回に関しても結構期待できるんじゃないかなと思ってます。で、個人的な感想だけ言うと、ソダシに期待をするのって実はあんまり多くなくてですね。まあ、今回はまあいいんじゃないかなというわけ。だいぶ偉そうに言ってるけど。そんな。いいんじゃないかなと。それどういう、いや、まあ、もともとね、芝で走ってた馬なので、芝に戻るっていうところは、全然いいことだと思ってるし、枠的にも、うちからね、スムーズにこう先行できるような枠に入れたから、
いいんじゃないかなと思ってんだよね。うん、でさらに言えば、その芝の1008以下のレースに関しては、無敗なんですよ、ソダシって。うん、そうですね。で、桜花賞以来の戦力で、まあ、完全にその適性にマッチしてるんじゃないかなと思ってます。はい、なので、初尽くしの馬なので、今回はまた初で、白毛馬の初の小馬 G1 ということでね。勝てんじゃないと。うん。いう気はしてます。ただ、俺は軸にはしてないです。そっか。うん。で、不安材料、いろいろあったりもするんだけども、はい、実はそんなにメンタル面で良くないっていうね。ああ、ちょっと、折り合い書いたりとか。うん、多少やっぱする部分があって、でなので今回はどうかなっていうところ、うん、で前走、かなり折り合いついて走ったと思うんだけども、重馬場だったっていうのは結構良かったんじゃないかなと思ってて、で今回はどうかなと。で特に黒船自体も別に折り合いがすぐつく馬じゃなかったよね、なのでそこがちょっと心配だなっていう気はしてます。で、札幌記念ね、勝ってすげえなと、ラブズオンリーユーに勝ってすげえなって、やっぱみんな当然思ってると思うんだけども、その時って3歳の金量で走ってるんで、3歳にとって圧倒的に有利だったっていうのもあるんだよね。そうですね、52キロ。うん、で、今回は普通の金量に戻るんで、普通の金量に戻った上で、コバと芝でね、初の対決なのよ、さらに。うん、なので、そこら辺はどうなるかなという気はしてます。うん、期待はできると思うよ。ただ、その札幌記念で勝ったから、ラブゾーンに勝ったからすげえんだ、ワオっていうのをあんま重要視してて、強え強えと思っていると、その金量の部分ってやっぱ競馬ではでかいので、そうそう、そこにちょっと足元すくわれちゃうかもしれないよっていうところかな。うん、そうですね。はい、じゃあどんどん行きましょう。はい、続いてファインルージュ、これ本命ですね、私の本命の一頭です。お父さん絆でジョッキルメールジョッキー乗ります。で金量55キロです、はい、で桜花賞3着、秋華賞2着、うん、で要は牝馬3冠で、結果を結構残してきた馬ですと、うん、で唯一11着に敗れているオークスなんだけども、これに関してはもう距離が長かったと、ソダシと同じような理由なのかなという気はしてます。で桜花賞ではソダシと、里のレイナスに、0.1 秒差に迫ってまして、その後にオークス2着に走る赤い鳥の娘に 0.1 秒差をつけたというところで、しっかりと能力も、実績も証明できてるのかなという気はしてます。で、特にオークスに関しては、ね、外枠だったっていうのもあったのでね。いや、その分だけ、ちょっと届かなかったのかなという部分があるかな。で、今年初戦の東京新聞杯、走ってまして、ここでもボバとのね、混合戦だったんだけど、2着に走ってるし、はい、かなり道中揉まれるような競馬だったんだけども、そのせいでちょっと折り合いも書いちゃったのかなという部分はしてます。ただ、追い出した時には、ね、割とスムーズに追い出たなというような気はしたんだよね。うん、で、なんだけど、やっぱスムーズさは当然書いたなと。で、ただその上でも、2着に入ってるというのはやっぱ能力あるなという気はしてました。うん、で、その時さらに金量も牝馬だったんだけど、55キロ背負ってたんだよね。はい、なので、全然いいんじゃないのというふうに僕は思ってます。で、東京新聞杯自体が、例えばビクトリアマイルへの、要はテストレースだったんだろうなっていう気はしてて、で、その時にあえてそのボバとの混合戦に走らせたっていうのは、それで2着残してるし、全然いいんじゃないかなと思うんだよね。で、2018年に、もう引退しちゃったリスグラシュね、いたと思うんですけども、リスグラシュ自体が、同じ、ローテーションで東京新聞杯走ってからのビクトリアマイル。うん、で、2着に入ってるんだよね。はい、なので、同じようなステップな感じでいけたらいいね、という気はしてます。で、この馬もね、ソングラインと同じ絆産駒なので、時計のレンジっていうものは近いのかなっていう気はしてます。なので、要するに時計のかかる上がり勝負になれば期待ができるんじゃないかなというような馬ちゃんですと。はい、で、一方で、不安材料の部分に関して言えば、絆産駒っていうところで、切れ味勝負になるとちょっと厳しい部分があるのかなと。うん、
いう気はしてます。なので、瞬発力勝負には持っていかない方がいいねと、まあ、ある程度前につけてぐいぐいと力で押していくようなのがいいのかなっていう気はしてる。で、まあ、今回ルメールジョッキーが乗るんだけども、ファインルージュってルメールジョッキー乗った時って2200と、まあ、めちゃめちゃいいんだよね。なんだけども、ご存知の通り、最近ルメールジョッキーの調子悪いんですよね。なので、ちょっとそこが心配だなと。要は、重賞まだ勝ってないんだよね。そうですね。そっか。そういえばって感じですね。とはいえね、今年のルメールジョッキーの助成績も0、5、0、14と2着に5回入ってるというところはやっぱり評価できるし、東京のルメールジョッキーは魔法を使うので、そうなんですよね。魔法を使ってくれるので、そこにちょっと期待したいなと。で、決してね、能力がね、ない馬じゃないんですよね。当たり前なんだけどもさ。大箇所3着、周箇所2着しっかり入ってるっていうのと、やっぱり一つやっぱ ボバとのその混合戦で、筋力55背負って、2着に入ったっていうのはね、やっぱりね、強い力があると思ってます。なので、その時計のかかるその馬場とかね、要は重馬場になったとしても、特に、力でちゃんと持っていけるんじゃないかなっていう気はしてます。はい。わかりました。では次行きましょうか。次が、レイ・パパレ。レイ・パパレ。まあ、最後になるんだけども、お父ちゃんディープインパクトです。ジョッキー、川田ジョッキーで、筋量55キロで、はい、まあ、この馬も衝撃だったよね。大阪杯を、デビューから6連勝で勝っちゃったとは。これは衝撃ですよね。で、この年の大阪杯ってご存知の通り、コントレイルとグランアレグリアも出てたんだよね。ですね。なので、これに勝ったのはすげえな、というふうに思います、うん。で、このレースの大阪杯だけに特化して言えば、最初1000メートルの通過タイム59秒8だったんだけど、まあ、それで重馬だったことを考えるとね、非常にまあタイトなペースだったんじゃないかなと思うんだよね。でも、それでも2着馬に4馬身差をつけるっていうね、ワオっていう。ただまあ、その次の宝塚記念で、残念ながら3着に入ってしまって連勝ストップと。で、秋はオールカマ走って4着、その後エリジョ走って6着と、まあちょっと精彩変えちゃったんだけども、まあおそらくまあ距離が問題だろうねというところです。まあ、行けて2000までなんだろうねと。あとはまあ大阪に関してはオババがちょっと効いたのかなっていうところもあるんだけども、まあちょっと2200以上は難しいんじゃないかなっていう気はしてます。はい。で、昨年末で香港カップ走って、まあちょっとここでも初の海外とか、うん、要は前ではなくて中段から走ってみたりとか、はい、まあいろんなことが、あって負けてしまったので、まあここは別に一切無視していいんじゃないかなと思ってます。はい、で、連勝が止まっちゃってから、3レース連続で馬券外になっちゃってるんだよね。で、まあ衰えちゃったのかなっていうのもちょっとあったんだけども、ねえ、今年初戦の金庫賞、56期を背負って2着に帰ってきたと。いうことで、まあ、スランプからの脱出あったのかなっていう気はしてます。はい。で、そのままの勢いで、まあ、前走大阪杯走って、ここでも2着に入ると。なので、まあ、やっぱり能力あるねと、要は帰ってきたねっていうところがしっかり証明できたと、ここで思いました。はい。で、やっぱりその距離の壁っていうのがどうしてもあるところで、2000まで、っていうところで、200伸ばすとちょっと厳しいかなっていうところもあって、宝塚じゃなくてここを選んだんだろうねっていうのが、しっかりとわかる選択だと思ってます。うん、なので、しっかりと仕上げてきてるんじゃないかと思います。で、戦力に関して言えば、レイパパレーの方は新馬戦と一生クラス以来なんだよね。が、しかし、国内戦の、国内戦って言い方、国内戦の2000メートル以下に関して言えば、成績は6200と、まじ、もうパーフェクトなんですよね。で、さらに、すごく気性がよろしい、お利口ちゃんな馬なので、一切折り合いを気にしなくてよろしいんですよ。で、さらに、まあ、川田ジョッキーの方が、継続して騎乗ということで、相性も非常に良くてね、安城川田ジョッキーの時の成績は6211と。やば。素晴らしいですね、と。なので、まあ、このレース終わって、まあ、勝った後、
は、あの、マイル予選でも全然いけるっていうのが証明できると思うので、あの、さらにいろんなレースに出てくるんじゃないかなとは思います。はい。うん。で、不安材料なんだけども、レイパッパレあんまないんだよね。出た、ない。ただ、香港カップをね、やっぱり見直すと、前に行かなきゃダメな馬だっていうのはもう、もう明らかなんだよね。うん、なので、そこかな、唯一。結構その前に行く馬っていうのが内枠に集中してる部分があるので、スタートしっかり出ないと、うん、中段で揉まれちゃう。はい。もしくは、あの、集団で外からぶん回す形になっちゃうので、それだけはちょっとやめた方がいいと思うよっていう感じ。うん。うん。まあ、この馬のペースに、まあ、合った走り方ができれば、っていう、ね。そうだね。あとはまあ、その、馬場状態も非常に気になるんだけど、やっぱりレイパッパで軽いんでね。うん。あの、馬格の問題っていうとこもあるから、あの、ちょっとそこも心配かな。G1 を、4月、最後4月3日の大阪杯で今ってなると結構なハイペースで G1 走ることになるんで、うん、で、おそらく陣営としては大阪杯が、あの、完全ターゲットだったと思うんだよね。うん、なので、その仕上げの部分に関しても大阪杯ほどはないのかなっていう部分もちょっとはしています。うん、あとはまあ、テレビの角度によるかもしれないけど、ゲートガシャンって開いて、安城がいないとか、そういう恐怖。もう、やめてほしい。あれもう、あれやめましょう。やめましょう。もうそれ以上やめましょう。なんてことになると、大変なことになるんで、気をつけてください。気をつけようがありません。はい。はい。では、まあ、こんな感じですかね。もう。そうですね。もう解明の方行けますか？行きましょうか。行きましょうか。では、ビクトリアマイル、解明の方、3レターフォーメーションで。はい。ね、今回ちょっと話さなかったんだけど、レシステンシア強いよ。おっと。というわけで解明いきます。はい。今回ちょっと力も拮抗しているので、はい、ちょっと広めにいきます。3頭頭、7、11、13。7、ん？ごめんなさい。あれ。7。11、13。はい。2着目5、7、11 13、15、17 3着目、はい、以下同文以下同文6だから60通りです。はい。今回、ちょっとさっき言った通り、レーリングタクト、ちょっとだいぶ不安視してるので、切ってみようと思います。思い切った。おそらく、うん、さっき言った通り、宝塚を狙ってるはずなので、ここはステップレース、要はどれぐらい治ったかなっていうのを多分気にしてると思うので、うん、そこを、なので、無理はさせないと思うんだよね、絶対に。うん、100% 明治の仕上げじゃないので、あとやっぱその疾患が気になるっていうところ。そうで、やっぱりその、復帰戦としてこの G1 を選ぶっていうのは、ちょっとどうなのかなっていうね。うん、結構いいメンバー出てるよっていうのはちょっと思ってまして。うん。うん、なので、そこの部分をやっぱちょっと不安視してます。はい。はい。で、ソングラインも切ってます。おっと。4歳の世代で、マイル予選では、まあ、かなり、まあ、トップのね、能力持ってるのは分かってます。うん、で、NHK マイルでもシネルマイスターとバチバチにやったのも分かってます。うん、なんだけど、ちょっとね、この、前走がね、海外戦でっていうのがやっぱちょっと気になるんですよね。うん、
で、この馬自身も、切れ味勝負になるとちょっとやっぱ厳しいんですよ。はい。で、まあ、今回さらにその、まあ、主戦がね、池添ジョッキーだったのあるんだけども、海外行った時にルメールジョッキー乗って帰ってきて池添ジョッキーって、池添ジョッキーで結構こういう風にやられることが多くてさ。うん。オルフェーブルの時もそうだったんだけど、かわいそうだな。乗せてあげてよ。かわいそうだなって思うとこもあって、ただその海外から帰ってきた馬ってね、やっぱりそのあんま成績残してるイメージがなくてね。ちょっとなんかやっぱ、輸送だるい。っていうのがちょっとどうしても気になるっていうのと、このレースに関してなんだけども、過去10年でやっぱ10周以上空いた馬っていう成績がね、110.14ってあんま看板しかないんだよね。で、レースの海外組っていうものに関しても、このレースに特化して言えば0002なんですよ。なので、ちょっとデータ的には、押せるところはあんまないかなっていうのがちょっとあったはずしてます。はい、はい。で、穴馬でなんでやねんっていうのがシャドーディーバーなんだけども、シャドーディーバーね、東京走ります。東京校舎。うん。東京走るんですよ。なぜか。まあ、去年の8月が遡っちゃうんだけども、G3 の関谷記念、2番人気で走って新潟で7着に敗れてて、その後10月に、東京で、府中牝馬走って4番人気で1着に来ててっていうね。うん、なぜかその東京になると、ニュってこう顔を出す傾向があってですね。なんですかね。うん。で、あと個人的に好きなんです。そういうの大事。ディーバが好きなんです。ディーバが好き。はい。いや、16番人気ですけど、まあそうなんですよね。東京コースは。いや、あとは15番のアンドバラナウト。はい。アンドバラナウトもね、アンドバラナウトなんでこんなに人気ないんだろうってちょっと思うぐらいなんだけども、うん、失礼。秋華賞も3着に入ってるし、阪神牝馬も2着に入ってるしとね、うん、安定した成績残してるんですよね。はい。で、2000でも走れるし、1008でも成績残してる部分考えると、うん、まあ、基本的に馬は全部マイラーっていうね、のはあるんだけども、全然いけるんじゃないかなと思ってまして。そうですね。うん。で、特に福永ジョッキー乗って、福永ジョッキーって前で先行してつけると勝率かなり高いんですよね。そうですね。福永騎手乗って、このオッズ。うん。で、さらにワンターンのね、マイル戦っていうね、条件もアンダーバラウンド結構合ってるんですよ。うん。で、あとはまあ、その、ババで状態がちょっと心配な部分があるんだけどね、あんまり極端に悪くなっちゃうと厳しいかなと思う。アンドバラナウトってはね。そうですね。うん。なんか今日の、まあ、予報的には、まあ、そうですね。明日は結構晴れるような、予報ではあるので、まあ、晴れるというか曇りか。うん、雨は大丈夫なんじゃないかなと。ならね、いいんだけどね。うん、降水確率もまあ 10% とかですけどね。まあ、なので、うん、明日は、まあ、東京の場合だったらまあパンパンに乾いてんじゃないですか。パンパンのパンですか？パンパンのパンだと思いますよ。そこもレイパバレがパパパパン。なるほどね。うん。天気がファインでレイパパンみたいな感じだ。あ、出た。うん。いじっちゃった。うん。あ、明日どうかな。もう来ないわ。もう来ないかな。もう来ないわ、これ。もう来ない。どうしようかね。もうちょいデーレンタクトもいじっとこうかな、全部。全部いじっとこうかな。あ、もう怖い怖い怖い。もうやめときましょう。もうゲートとかも言わない。もう、ラップ場とかも言わない。はい。という感じで、じゃあ、もう一度おさらいですね。1着目に、7、11、13。で、2着目と3着目同じで、5、7、11、13、15、17。これの60通りで勝負させていただきます。はい。はい。まあ、続報に関しては、Twitter の方で、また、ご連絡差し上げますので、また、概要欄の方からフォローとよろしくお願いします。あとは、そうですね、お願いします。こう、
まあ、参考になったっていう方は、チャンネルの、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。お願いします。それでは今日はこの辺で。それでは皆さん、はい、グッドラック。グッドラック。